今、差別やいじめにつながる心ない言動が広がっています。新型コロナウイルス感染症など、誰でも病気に対する不安はあります。不安が差別を生み、人の心を傷つけます。その人たちの気持ちも考え、行動します。誤った情報に基づく不当な差別、偏見、いじめなどがあってはいけません。